レオ三世は、ローマ教皇。ローマの貧民階級の出身者であったが、聖職者の道を歩んで頭角を表してゆき、ついに795年に、ローマ教皇に就任するに至った。しかし、貧民階級出身者であるレオ三世に対して、反発する者も,も少なくなく、799年には、暗殺者に襲われて危うかったところを、かろうじて脱出して、アルプスを越え、 フランク王国のカール一世のもとへ逃げ込んだ。そしてカール一世の保護を受けて、ローマ教皇として、ローマに戻った後、カール一世に受けた恩や、東ローマ帝国庇護下にある東方教会と対抗するという経緯、及び、ローマ皇帝の座が797年より空位で、あるとみなされていた事情から、八百年十二月のクリスマスの日、サンピエトロ大聖堂でのみ差の最中、 カール一世に、ローマ皇帝の定冠を授けた。ここに、西欧の大実力者とローマ教皇の提携という、西欧の新たな歴史が花開くこととなったのである。レオ三世は816年に死去し、1673年に劣勢された。カール一世に定冠を授け、西欧に新たな歴史の扉を開いた教皇として評価されている。ハンス・シュルツェ。 聖を中生支持点、ミネルヴァ処防、1九9 7年、井上孝一、ビザンツ公費列伝白水社二千九年、神により加管され子孫のあるアウグストゥス、偉大にして平和的なる、ローマ帝国を滑るインペラトルこの定義は、東ローマ皇帝との対比から、西ローマ皇帝と表記されることもあるが、あくまで七百九十七年に追放された、コンスタンティノス六世の後継者としての、 ローマ帝国全土の皇帝であって、ロムルス・アウグストゥルス以降に途絶えていた、正方制定を復活させたものではないことに注意を要する。ありがとうございます。